90川端正人。さあもう一台の GR スープラです。斉藤大吾選手は落ちてしまいました。チーム東洋タイヤドリフト、この GR スープラ川端、さあどうでしょう。昨日は単走7位、決勝は6位というところ、今日は当然狙っている単走1位というところだとは思いますが、どこまでこのウェット GR スープラが走りを見せつけることができるか。いいスピード角度、さあスーッと折り込んだ。1コーナーも悪くない、全体的なスピードが高いよ。ちょっと調整、ちょっと調整、流れた、スピードありすぎた。1コーナー流れた、はい、抑えきれなかった。さあでもこれマイナス1点でも多分そう、セーフ、すごい振り返し、しかしこれはダメ、失敗。いやー、カーナンバー90川端正人。さあ川端、決めないと、はい、やりすぎました。ただそれは2本目に向けてでのアプローチと、ここは捉えて2本目、さあどんな走りを見せるのか、ね、A90 スープラ、この GR スープラの川端のその走り、ギリギリのところ、そして返していく。さあ今度は狙ってきた、今度はきっちり狙ってきた。無理な追い込みというよりも、攻めというよりもきっちりと行こうという、いい角度、いい角度。さあきっちりとゾーン通過、ゾーン1、ゾーン2、そして降りてきます、降りてきます。先ほどはここを思い切ったセクター4を見せましたけれども、ここは今度はスーッと無難に来たぞ。さあここは得点取りきた、まずは16に残るというところで、減点ないところ、そして全てのセクターをきっちりと来て、6組目です。カーナンバー90川端正人 VSカーナンバー78上野隆弘。さあいよいよ6位目、しかしビハインドマイナス2点抱えた状態でのスープラ川端ですよ。さあ先行でどんな走りを見せるのか、思いっきり来るぞ。さあこのチーム東洋タイヤドリフト GR スープラ、さあ川端が思い切った走りで来るがどうでしょう。綺麗に来た、さあ上野がついていけるか、離れていく、マラッコは離れている。さあそして1コーナー3セクに関してどうでしょうか、なんとか綺麗にクリアしていった。ちょっと戻りがあったような感じもしましたけれども、なんとかふらつきながら先行スープラもいった、先行スープラもいった。さあそれに対して離れていく、離れていくか。さあここは離れる、ここは離れる、なんとか離れたくないところ。さあどうでしょう、ここも速いぞ、ここも速いぞ、上野もついていきたいがギリギリだ。これはこれこそまた NGC がギリギリのところ、どうですかね。ノーグッドチャレンジ言われるのかなこれ。さあそしてそれぞれロスの得点ということにもなってまいります。大きなペナルティ減点はないですね、ゾーンは全て通過。ここで打ち通すような感じは見えるんですよ、はい、ノーグッドじゃないですよね。ここでね、ぐらっとね、うん、前に進めていきましたからね、うん、伸ばしてきたっていうんですかね、アクセルで逆に川端選手が、で逆にここをうまくライン取っていって離していきました、はい、で上野選手はずっと角度がついた状態でしたけど、一回ね立て直してね、アクセル入れてきましたね川端選手ね、でこれの結果だいぶ引き離された形になっちゃって、ここちょっと感覚が微妙な、感覚がどこまで引かれるかというところで、さあ出ました、95対96。これ95はですね、先ほどの、マイナス2点が、先ほどの最初の減点がここに今入っています。はい、これ引かれてるんですか。それに対してこれもしかしてこの青いマイナス2は辻君もしかして、あ、ノーグッドチャレンジですか。これ入れましたね審判員、これは NGC 入りました。離れすぎばいという感じですよね。これぐらい離れてったというところ、あの一定のある程度距離ならあれなんですけど、やっぱ離れてきたというところで行くんでしょうね。そういうところで、それでもまだ、上野隆弘選手、これ実はね、なぜならば、うん、後追いとしての走り98点出てるんですよ、これ上野選手が、後ろはこれが効いてるんです、はい、珍しいケースですが95対96、1点上野隆弘アドバンテージです。うわー、すごいね。ただ川端選手も少し持ち直しました、うん、そうですね、ただ若干です。これもう詰めるしかないですね。さあそれでは入れ替えの2本目回りたいと思います。1点上野隆弘、まだリードというところで入れ替え、うわ、これ、さあこうなると相当寄らなきゃいけないですよ、これはもう上野隆弘自分の走りをするだけ。それに対してスープラが川端正人がどれだけ寄れるか、さあどう出てくるか、まずは捕まえたい、このソアラを捕まえて、あと1回も加算していきたいところだ。さあどうだ、上野が逃げる、そ
して川端まだ入れてはいない。さあここでどうだ、これ近いところ入っていく、近いところ入っていく、しかし八重入るか、ああいやーミスった、銀河と君、ああ止まった、川端ミス、川端ミス。さあそれに対して上田隆博、ここは逃げていきたいところだ、全く今までここまで入れるところはまだない、まだスピン、川端なんだ、川端が一人暴れて終わった。